はい、それでは次にですね、4.7 節の方逆元の計算に進みます。テキストは60ページです。で、まずこの計算がどういうことをやるかということを紹介します。R を可換換としまして、I を R の位であるとします。で、そうするとこの時に、R オーバー I という常用感を考えることができます。一応この辺ぐらいまでの知識は皆さんお持ちのものとして進めますので、多分そうですね、レベル的には数学類ですと2年次の代数入門などの授業でやったと思いますので、その辺のレベルまで必要な人は復習しておいてください。で、その常用感の元 A がですね、単元の時、すなわち情報の逆元を持つ際には、その逆元を計算しようということを考えるわけですけれども、これが、この計算にですね、その今習っている拡張ユークリッド5乗法が有効であるということを、これから説明、紹介したいと思います。で、ここではその R をユークリッド正域としまして、D をそのユークリッド関数とします。で、A と M が R の元とするんですけれども、この時にその A モード M、すなわちその A を M で割った乗与というのが、この乗与感、R を M 倍の R、R を M 倍の R というイデアルで割った乗与感の単元である、すなわち情報の逆元を持つことの同値な条件として、A と M のは互いに素である、すなわち A と M の GCD が1に等しいということが挙げられます。で、さらにこの時にその拡張ユークリッド5乗法のアルゴリズムを用いて、この乗与感 R÷MR におけるこの元ですね、 A モード M と呼ばれるその乗与の情報の逆元 B を計算可能だということなんですね。で、そうか。で、これがテキストの定理 4.48 にあります、この方逆元の計算という定理の主張です。一応その証明のアウトラインを示します。まず、その A モード M、すなわち A を M で割った乗与が、この乗与感 R÷MR の単元であることの同値条件としては、これ、この A が単元ということですので、ある R の元 S が存在して、S×A が M を法として1に合同であるということがまず言えます。で、この合同式の定義を言い換えますと、これはどういうことを言っているかっていうと、ある R の元 T が存在して、SA-1 が T 倍の M に等しいということを言っているわけですね。で、次にこの等式をうまく移行しますと、その SA プラス TM イコール1が成り立つということになります。で、この等式実は、A と M が与えられていて、SA プラス TM イコール1を満たす S と T というのは、実は、我々が今習っている拡張ユークリッド5乗法で計算可能であるということなんですね。この等式からですね、一応 A と M は互いに素であるということも導かれます。ということで、ここではですね、この定理 4.48 を使って、A と M に対して拡張ユークリッドの5乗法を行ってですね、その M を法とする A の情報の逆元をこう計算しましょうということなんですけれども、そうするとこの A と M から拡張ユークリッド5乗法で出てきた出力を例えば RST とするときですね、R は乗与で S と T はその RA プラス S、ごめんなさい、SA プラス TM イコール R を満たすようなそういう S と T なんですけれども、この時にその R が1であれば、その S モード M っていう元がこの乗与感における A モード M の情報の逆元になるという一方で、R がもし1でないならば、この A モード M っていうのはこの乗与感では単元ではないと。したがって、この A モード M の情報の単元も存在しないということで、この A モード M が、A モード M が
その剰余間で単元かどうかということも、まあ、判別できるということに注意しておきます。というわけで、一応、まあ、何も予備知識なくてこういう話聞くとなかなか分かりにくいと思うので、一応例題がありますので、この例題 4.49 というのをちょっと、見ながら、計算を見ていきたいと思います。ここでは、その R を整数間として、M を29、それから A を12と置きます。で、ここ、それで、M イコール29を法として、まあ、A イコール12の逆円が存在すれば、求めてみましょうと。すなわち、その、剰余間ですね、Z オーバー 29Z っていう剰余間の中で、この12の乗法の逆円があれば求めてみましょうと。まあ、そういうことをやろうとしているわけです。で、まあ、その方法として、まあ、29と12からですね、拡張ユークリッドの互助法で R と S と T を順々に計算していきます。で、これは、前回の例題でも出てきたように、まあ、R0、S0、T0 と、それから R1、S1、T1 というのはこのような形で用意するわけですね。で、一応、注意しておきますと、拡張ユークリッド互助法を始めるときに S0 は1、T0 は0、で S1 は0、T1 は1で始めるっていうふうに定義してますので、それも注意しておいてください。で、まあ、R2、S2、T2 以降は、この R0 を R1 で割ったときの小を Q1、乗与を、ごめんなさい、これ、小を Q1 としまして、で、この R0、S0 の T0 の各数値を Q1 倍の R1、S1、T1 で割ったものがそれぞれ R2、S2、T2 になるという仕組みになります。で、まあ、このような形で、その R3、S3、T3 の組、R4、SO、T4 の組を計算していきますと、R5、S5、T5 のところで、まあ、R5 が0になりまして、ここで拡張ユークリッド互助法のアルゴリズムが止まります。で、その時の1ステップ前ですね、この R の R4、S4、T4 の時の、この R4 が、この A と M の GCD になるんですけれども、R4 が1っていうことは、まあ、A と M は互いに素であると。すなわち、この今回の A は、M を法として乗法の逆円を持つということが分かります。具体的に数を見てみますと、まあ、5×29 プラス、マイナス 12×12 イコール1という関係式が得られますので、これは A イコール12に対する、対して、その29を法とする合同式を作ると、マイナス 12×A が29を法として1に合同であるということを示しています。で、これで、まあ、29を法とするこの A の逆減としてマイナス12というのが1個、求まったんですけれども、注意点としてはそのこれ合同関係ですので、実はこの元29での逆減というのはたくさんあると。だからマイナス12プラス29の整数倍の数というのは全部がこの、逆減になるということに注意しておいてください。そうすると、まあ、マイナス12のままでもいいんですけれども、まあ、正の数でこう逆円を表したいなっていうときには、マイナス12に29の定数倍をかけて、まあ、正の数にしとけばいいわけです。例えば、今ですと、マイナス12に29を加えれば、まあ、17になりますから。これも、その、まあ、この29を法とするこの A の逆円なわけですね。ですので、一応今回は、まあ、正の、正の絶対値最小の数として、マイナス17を29を法とする12の逆減として答えておくことにします。ここまでよろしいでしょうか。はい。それではもう一つの例題としまして、代数的数の逆数の計算を紹介します。これはどういう問題かと言いますと、方程式 x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1イコール0の根の一つを α とすると。
まあ、アルファは、まあ、一般には複素数でいいんですけれども、アルファとするときに、そのアルファ2乗プラスアルファのという、まあ、数が定まるわけですね。これの元が定まるわけですね。で、これの逆数を、この A かけるアルファ2乗プラス B アルファプラス C の形で表しなさいという問題です。で、ここで、ラージ A とラージ B とラージ C は有理数ということにします。で、この話はですね、多分、もしかすると皆さんまだ習ってないかもしれないんですけども、大数学の、主に対の拡大ですね、対の拡大のところで多分、あとはガロア理論なんかを習うときには必ず習うと思うんですけれども、そういう対の拡大に関する話になってます。で、FX ですね、この x3 乗マイナス x2 乗マイナス x プラス1の、まあ、根の一つを、まあ、アルファとしまして、で、Q のアルファっていうのをこの有理数体 Q のアルファによる拡大体とします。まあ、ちょっとこの辺の説明はですね、少し具体性欠くかもしれないので、まあ、次のスライドなんかも見比べながら見ていただければと思うんですが、でそれで Q の X ですね、これは有理数係数の一変数多項式間をこの FX で生成されるこうイデアルで割った常用間っていうのを考えます。まあ、常用間の方は皆さん多分お分かりようになるでしょう。で、この時に実はこの有理先ほど の, その有理数体 Q をですね、有理数体 Q に α を転化してその拡大した体っていうのは、の元というのはこういう形で表すことができます。α に関する二次多項式で表されるんですけれども、実はこの拡大体っていうのが、こちら の, その多項式間の常用間とですね、同型になるんですね。これはその FX がその球状規約であるということからこういう性質が言えるのですけれども、こういうことからですね、この拡大体でのなんかある弦の逆弦を求めるという話が、右側のこの常用間でのこの多項式、まあ、対応する多項式のその逆弦を求めるという解法に帰着できるというわけです。ですので今はですね、求めたい逆弦っていうのは、α2 乗プラス α のこの拡大体での情報の逆弦を求めたいっていうんですけれども、これはこちらの常用間で同じ意味のもので言い換えて言うと、この gx イコール x2 乗プラス x のこの常用間での情報の逆弦を求めるということになります。で、それはすなわち、この gx のですね、その fx を法とする逆弦を、情報の逆弦を求めると。いうことを意味します。で、じゃあ具体的にどうするかっていう、何をするかというと、この fx と gx って与えられていましたから、この fx と gx から、拡張ユークリッド誤助法で、まあ、rst の組を計算するってわけですね。で、まあ、こんなふうにして、まず r0、s0、t0 と r1、s1、t1 を定義しまして、まず R2、S2、T2 っていうのをこのように計算します。これは FX を GX で割る除算ですね。で、まあ、Q の1は X マイナス2となって、それから R2、S2、T2 っていうのはこのような多項式の組で求まります。で、R3、S3、T3 まで求めたところで、実は R3 が2という値、定数になりますので、この時点で、どういう関係式が得られるかっていうと、マイナス x マイナス2かける fx プラス x2 乗マイナス3かける gx イコール2という関係式が得られます。で、まあ、両辺を2で割りますと、実はまあ、この多項式かける fx プラスもう一個の多項式かける gx イコール1という関係式が得られますから、fx と gx は互いにそうであることが分かりまして、それからこれを合同式で表すと、その x、2分の x2 乗マイナス3かける gx っていうのが、fx を法として1に合同であるというふうに言い換えることができます。で、これは何を意味するかというと、この2分の x2 乗マイナス3っていうのが、この gx の積の逆弦だっていうんですね。
この常用感での。ですので、これをですね、元のその拡大体の話に戻しますと、あとはこの x だったところにこれ α を代入すれば、その元の拡大体の元に戻りますから、結局、先ほど計算しようとしていた α2 乗プラス α の乗法の逆元というのは、2分の1かける α2 乗マイナス3と。だから、この部分ですね、この部分にの x に α を代入したこの式が、この乗法の逆元になるということが分かります。念のため、検算をしてみたいと思います。検算というのは、その今出てきたこの2分の1かける α2 乗マイナス3とですね、元の α2 乗プラス α っていう元、これどちらも拡大体の元ですけど、これをかけてみると。そうすると、2分の1かける x4 乗プラス x3 乗マイナス3、あ、ごめんなさい、α4 乗プラス α3 乗マイナス 3α2 乗マイナス 3α っていうふうに、な形になるんですけれども、今この α っていうのは、先ほどの問題設定で、この fx イコール0のコンでしたから、だから fα っていうのは0なはずなんですよね。そうすると、この α4 乗プラス α3 乗マイナス 3α2 乗マイナス 3α を fα で割ります。そうすると、その商っていうのは、これ2分の1倍かかってますけど、1プラス2分の α、それから乗与が1になると。で、ここでその fα というのは0ですから、この部分が0になりまして、あと1だけが残るということで、確かにその元の α2 乗プラス α にこの2分の1かける α2 乗マイナス3をかけると、1になるということが確かめられたことになります。までよろしいでしょうか。はい、今回のまとめです。今回は拡張ユークリッドの誤助法の性質について一つ紹介しまして、それから拡張ユークリッド誤助法の応用としまして、法逆元の計算について紹介をいたしました。次回ですけれども、拡張ユークリッドの誤助法の性質として、他にもいくつか性質がありますので、その中から取り上げて紹介したいと思います。それからあと、拡張ユークリッドの誤助法の応用にもいくつかテキストに載っているんですが、次回は実数の連分数展開を取り上げたいと思います。テキストですと 4.13 節ありますので、必要な人は予習をしてきてください。それでは以上で今日の講義を終わりたいと思います。お疲れ様でした。